はい、ただいまご紹介いただきました JR 東日本の火災です。JR 東日本における TCFD 提言の取り組みについてご紹介します。本日の内容は事務局のご内に沿って TCFD 提言の取り組みの経緯、実施体制、常解除の概要、戦略の詳細、分析内容、分析結果、今後の取り組み、その他 TCFD に関わらず、実施している物理的リスクに関する適用事例についてご紹介します。 こちら TCFT の概要ですが、先にプレゼンされた方から説明がありましたので、私からの説明は割愛します。まず、K についてですが、JR 東日本グループの K ビジョン変革2027の中で、ESGK の実践を通じて国連が合意した持続可能な開発目標である SDGs の達成に向けて取り組み、脱サン社会の実現を目指すこととしています。脱サン社会の実現のために、再生可能エネルギーや省エネ設備の導入を推進していますが、気候変動への対策としては、 再生可能エネルギーの導入など緩和対策とともに、交互防災や強風等に関する取り組みなどの対応策も合わせ、緩和、適用の2つのアプローチで取り組んでいます。このような取り組みを進めている中、2018年度には、先ほどご紹介ありましたけれども、環境省様より TCFD 提言を活用した気候変動に関わるリスク、機会を経営戦略に盛り込む具体的な手法が提示され、TCFD 提言に対する進め方の知見を得ることができました。さらに当社は 2019年度で台風19号により甚大な被害を受け、鉄道は自然災害と隣り合わせであることを改めて強く認識することとなり、気候変動に,気候変動による当社への影響を把握・分析することとしました。TCFD へ TC の賛同、開示の状況ですが、2020年1月29日に TCFD 提言の賛同を表明し、2020年8月4日の公表の JR 東日本グループの2020年度の 統合区書において気候変動に係るリスクと機械の特定とトップダウン方式で物理的リスクのシナリオ分析を実施、当社への財務影響を定量的に開示しました。2020年度は当社で過去の気象災害による被害実績と将来の気候変動に伴う気象災害の発生増加確率を用いて被害額がどの程度増加するかを試算し、試算し開示をいたしました。2021年の4月30日公表の2021年度の統合区書では物理的リスクのシナリオ分析より充実施させ財務影響を定量的に開示しました。 こちらのについては後ほどご説明します分析情報の実施体制ですが、計画部の私のチームが主体となりまして、安全企画部、財務部、線路や土木構造物を管理する設備部、変電所や信号設備を管理する電気ネットワーク部、財務情報、電気ネットワーク部と財務情報、設備等の所限データ、水害対策、災害時の車両等の避難計画などの情報をやり取りしながら、コンサルの協力 コンサル会社の協力も得て、TCFD フレームワークにより分析と情報開示に取り組みました。この TCFD への取り組みの方針については、社長をトップとするサステナビリティ戦略委員会にて当該年度の情報開示の方向性を議論の上決定し、分析を進めていきます。その後、分析等を完了し、情報開示の案をまとまった段階で再度、サステナビリティ戦略委員会に付議し、情報開示のを決定し、東北省に記載して開示することとしています。 TCFD 提言に基づく情報開示の概念についてです。TCFD の基礎的な情報開示項目として、ガバナンス、戦略、リスク管理、ショート目標の4つがあり、JR 東日本の取り組みとして、ガバナンスについては、社長トップとするサステナビティ戦略委員会を設置し、気候変動緩和に関する方針、目標設定、目標達成度の確認を行っています。戦略については、気候変動に伴うリスクと機会を特定し、事業活動の影響評価、事業戦略の妥当性の検証を実施しています。 リスク管理については、気候変動に伴う各部分のリスクを把握し、回避と低減を図っています。この後の項目で、戦略とリスク管理については具体的に説明しますが、当社では気候変動に伴う物理的リスクを特定し、公表されている情報等を用いて、シナリオ分析を実施することで、計量的に当社における財務影響を算出しています。また、シナリオ分析により、事業活動の影響や事業戦略の妥当性を検証し、リスク定義に向けた取り組みを強化、推進しています。 使用と目標については、基本変動に関わる使用として、CO2 排出量、エネルギー使用量を設定し、目標としては2050年度までに CO2 排出量ゼロ、2030年度までには2013年度比で CO2 排出量50%削減、エネルギー使用量40%削減を設定しています。戦略の詳細として、リスク及び機械の特定についてです。物理的リスクとして、風水災害による 鉄道施設、設備の損害や運休の発生、気象,気象現象の極端化による旅客の減少、移行リスクとしてはカーボンプライス制度の導入、強化によるコスト増、電気自動車などの他の交通手段との競合による旅客数の減少、観光資源の既存変化による旅客の減少、機会としては CO2 排出量の少ない交通手段の先行による旅客数の増加を特定しました。続いいててシナリオ分析についてご説明します 特定されたリスクおよび機械を評価したところ物理的リスクの風水災害による鉄道施設の設備の損害および運気の発生については定量的な情報開示が可能な分析に使えるシナリオが存在することから分析を実施し財務影響を定量的に算出することとしましたその他のリスクについても評価をいたしましたけれども気象現象の極端化による旅客数については豪雨や暑熱による外出を控えることで旅客数の減少は考えられるのですが 定量的な情報解除のための分析に使えるシナリオ等のいうものがありませんでした。また、イコリスクのカーボンプライシングについては、日本では今議論が進みつつありますが、まだ CO21 トンいくらというのが示されていません。例えば IEA、国際エネルギー機関では世界平均気温上昇を2度未満に抑える2度目標と、整合的な持続可能な開発にシナリオにおける炭素価格として、2025年には CO21 トンあたり63ドル、2040年には110 140ドルという試算がありますけれども、 これを使って定量的に財務影響を算出することはできますが、日本での議論の方向性を待ちたいと思っています。ちなみに、ですね欧州の現在の炭素税を見ると、低いところでポルトガルの6.85ユーロ、高いところではスウェーデンの96ユーロで10倍以上違っています。定量的な,定量的な財務影響の分析には、削減計画というのはもちろん大事ですけれども、この CO2 価格をいくらに設定するかというところで影響力のように大きな差が出ますので、議論の様子を待ちたいと思っています。 また機械としては CO2 排出量の少ない交通手段の先行による予約数の増加について欧州では飛び八という言葉もあるように1000キロ未満の移動は航空から鉄で全て行こうというシナリオがありますけれどもこれを日本に当てはめるのは少々無理があると思いましてこちらも定量分析には使っておりません。続いてシナリオ分析の詳細についてです。シナリオ分析は輸送サービスを対象に2050年度をターゲットとして実施しました。まずは分析に係るベースラインとして 将来の人口動態に基づく旅客収入の試算を行った後風水災つまり自然,災害による自然災害による生じる物理的リスクを試算するシナリオ分析を行いましたまず気候変動研究において分野横断的に用いられるシナリオで SSP SS の人口 GTP などのデータをもとに2050年度の旅客収入を試算しました当社の収入旅客収入にとってベストシナリオとなる持続的な発展社会である2度へ向かう社会の SSP1 それから、ワーストシナリオとなる分断社会である4度支援向か社会の SSP3、その中間シナリオとなる SSP2 の3つのシナリオで試算をしています。その結果がこちらです。SSP1 ですけれども、SSP3 では、SSP1 の方が2050年度の旅客収入の減収額において3500 35億円少ないという試算結果となりました。 こちらはコロナの影響を踏まえた鉄道輸出の見通しをベースで試算をしています。続いて、自然災害による物理自然災害により生じる物理的リスクの試算を実施しました。当社の主要な鉄道資産え、および旅客収入の大きい路線は大部分が首都圏とその周辺に集中しており、このエリアで広範囲に自然災害が発生した場合、財務影響が多く大きくなることが想定されます。 そこで、具体的に想定される災害事象として、関東に流れる一級河川の計画,機構計画規模高による氾濫によって発生する浸水をシナリオ分析の対象とし、財務影響が最も大きいと想定される荒川の判断氾濫シナリオを今回は選定しました。なお、風による浴室周辺の影響等にも考えられるんですが、こちらは定性的な将来予測しかないため、定量的な財務影響を試算することはできませんでした。 そこで国から公表されている荒川の浸水想定とその影響を受ける路線の資産額、旅客収入を用いて、理財形態ごとに損失割合を設定し、災害対策あり、なしの場合の財務影響を定理評価しました具体的には。具体的にはこちらに記載のあるように資産損失の利益、資産損失と利益損失について、理財形態ごとの損失割合や運行余計を設定,し設定して試算をしています。 2000年200年に1回の発生が想定される計画規模降雨での荒川の判断による資産および利益の損失額と2度シナリオと4度シナリオの場合の2050年度の荒川流域の気象,気象,気象,気象災害発生確率から2050年度の損失額を試算した結果がこちらの表となっています。ハード・ソフトの浸水対策の有無に分けて損失額を試算していますけれども、 この対策というのは電気設備の浸水被害を回避するための車両疎開を対策としています。対策をしない場合には2度と4度のシナリオでは2021年度から2050年度の期間累計で損失額の増加が2度 C の方が86億円少ないとの試算結果となりました。また2度シナリオでの対策の有無による期間累計の損失額の違いは316億円でした。 なお、2度の対策ありと4度の対策なしでは20、202億円の差となっています。今後の取り組みですが、反乱時の財務影響が大きいと想定される、荒川以外の関東に池河線を選定し、シナリオ分析を実施することを計画しています。また、その他の特定されたリスクや機械について、定時的な分析に活用できるシナリオが公表され次第、そちらについても分析を進めていきたいと思っています。 最後にですね、TCLD 提言の取り組みに限定せず、物理的リスクに対する取り組みがあれば紹介してほしいということでしたので、いくつかの事例をご紹介します。こちらは、孔に対する土砂,土砂崩壊災害を防止するために、全線区において、計画的に沿線,斜面沿線斜面などへの防災対策として、写真のような塗り絵面への補強を実施しています。 また先ほどの物理的リスクの損失試算の際にお話した浸水対策が、すみません前にしてく、こちらです。浸水対策がこちらです。2019年10月に発生した台風19号による河川氾濫で甚大な被害を受けたことを踏まえて浸水対策を進めています。鉄道設備ごとに優先順位を定め 順次浸水対策を実施しており、車両についてはハザードマップをもとに浸水リスクのある車両基地等において車両疎開判断システムを導入し災害発生時の車両避難を迅速に実施できるようにしています。こちらは河川水位の予測、流域雨量指定、流域量指数の予測、流域降量の予測から浸水予,想情報浸水予測情報を作成し車両の避難の要否を判断しています。さらに強風突風に対する取り組みとして 二重に整備した風速計による確実な強風の観測、車両に作用する風の力を低減する防風策の設置、ドプラレーダーを用いたトップに対する列車運転規制などを実施しています。詳細な説明は割愛しますので、興味のある方は後ほどの頂内容をご確認いただければと思います。以上、JR 東日本の TCFD 提言の取り組みでした。今後も JR 東日本グループは K- ビジョン、変革2020年で掲げた GSGK の実践を通じて気候変動に対して緩和策、適応策の2つのアプローチで取り組みを進めていきます。ありがとうございました。